立て続けに投げることがないからめっちゃしんどいの、ね、休憩なしやもん。待つやんないんだよ確かに確かに、ね、ハイタッチもないしないな サンダビオールの山美です。今回もご視聴ありがとうございます、なんか久しぶりですね。あの別に辞めたわけじゃないのでこれからも続けますんであの見てくださいね。夏休み終わったんですけど、まあ、まだまだ遊び足りないと、もうちょっと遊びたいなということで今日も遊びに行こうと思います。はい。で、あのどこに行くかというと、エリアドゥサンダーボーリングセンターっていうボーリング場に行ってこようと思います。まあ、サンダーに住んでる方はほぼほぼ皆さんご存知の、まあ、アミューズメントスポットだと思うんですけど、行ったことあるドッキー？名前変わってからはないですね。その前はスーパーボールサンダーしか知らないです。ちょっと怪しかったですけどね、昔ね。怪しかった。今はすごく綺麗で、もうすごい人いっぱいいるようなところになってて、でサンダビオリの、ね、ウェブサイトでも紹介はしてるんですけど、やっぱり写真とかテキストで紹介するより遊ぶとこなんでね、ボーリングして実際動画で遊びに行ってる様子をご紹介した方が多分楽しさ伝わるんじゃないかなと思うので、はい、今日はちょっとトッキーとボーリング対決をしてこようと思います。あ、そういう感じなんですか、はい、初めて聞いたけど僕一人でやっても知らないよ、ね、はい、どんな風に撮れてるのか分からへんけどちょっと壊れそうなんでそれを撮れるんです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう、はい、行きましょう。で、ボーリングってやったことある？ボーリング、はい、ありますよ。上手ですか？ボーリングですか？いや、普通ですね。いつ以来？いつ以来？いつやろう。3年ぐらいやってない。けど3年なんや。まあ多分それぐらいじゃないですか。3年に聞くかな。でもちょうどそれぐらいかな。3年前はどこで？どこやろうな。もう全然覚えてない。適当に3年前って言いました。まあまあ大体それぐらい。大体。山さんは？僕はね、僕も2年。適当やな、それも2、3年前かな。まあまあ、でも同じぐらいですね、うん、そうやね。ベストは？ベスト、うん、いや、めっちゃ勝負ですよ。多分ベストでも150ぐらいじゃないですか、ベストで。なるほどね。はい、全然ですよ。まあ、普通ですね、本当に。まあ、普通だね。山さんは？僕もね、いや、ベストってもう何十年前やねんって話やから全然参考にならないですけど、はい、190ぐらいはいったことあるんですよ。なるほど、はい、もう絶対無理かなけど、それは。その2年前行った時はどんな感じだったんですか？あんま覚えてへんのかな。けどまあ100、はい、150いってないかな。あ、でも100いくんですね、うん、ああこれはちょっと僕負けるやつやな。エリアドゥ、エリアドゥサンダーボーリングセンターです。エリアドゥ、住所的には神戸市北区なんですけど。あ、ですよね、うん、まあね、サンダーってついてるぐらいやし、うん、サンダーでいいかなと。なんかこのイラストとか、はい、スタッフの人が描いてる。あ、マジっすか、うん、なんか名前あるんかな。あ、なんかなくなっちゃった、はい、エリアドゥサンダーボーリングセンターにやってきました。スタッフの本田さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、ご存知の方もいると思うんですけど、岡本さんはサンダビオリのライターをしてる。知らないです。知らない。知らない。本業がね、こちらです。本業がこちら、はい、今日は、まず1ゲーム、はい、私とトッキーとで普通にやろうかなと思って、はい、で、まあ、どっちが勝つか負けるか分からないんですけど、負けた方に、まあ提案のコツ、なるほど、はい、アドバイス的に、はいはい、をいただいて、でそれが終わったらもう一回もう一回勝負する、はいはい、って感じでどうかなと思って、はい、
早速やろうか。だから、はい、分かんないけど、うん、ちょっと彼風邪ひいてるみたいな。そうなんですよ。買ってほしいかな。はい、なんで、また後で。そうですね。はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。できるかどうか。そうですね。
次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。